ご存知の通り、脳梗塞の原因は大きく4種類に分けられまして、1つは細い潜水値が詰まる洛内梗塞、もう1つが本日のテーマである心臓の中で血栓ができて、それが流れてきてしまう、詰まる心原性脳塞栓症。1つは脳や頸部の比較的太い血管にアトリウムのプラークが形成されて起こるアトリウム血栓性梗塞。4つ目がその他、動脈解離ですとか塞栓源未確定の塞栓症などで、それぞれの割合は現在の日本ではちょうど4分の1ぐらいというふうになっています。これが心原性脳塞栓症のイメージ図ですけども、多くの場合心房細動が原因となって左心耳の中で血栓が形成され、それが血流に乗って流れてきて脳に詰まるというものですね。これが実際の左心耳内血栓のある患者さんの造影 CT ですが、ちょうどここ心臓の断面があって、ここが砂防でここが左心耳ですが、造影剤が入っている中にこう造影血素の部分が壊れる、これが左心耳に形成された大きな血栓で、心房細動の人はこういうものができやすくなります。これ実際の脳梗塞の患者さんですけれども、これが右の内頸動脈を左側面から見た図ですが、ここから先が全然映っていませんね。本来であればこの向かって右側のイラストのようにこうバーッと網の目のように血管があるはずなんですが、ここのところに塞栓歯の陰影があって、ここにも塞栓歯の陰影があると。どうなっているかというと、心臓からこう流れてきた血の塊がちょうどここ内頸動脈がぐっと屈曲するところで詰まって、ここから先の血流が完全に遮断されているという状態です。これは早期に再開通をしませんと、このように内頸動脈領域の広範な脳梗塞になって、こうなるともう患者さん良くて寝たきり、悪くすると脳浮腫で命を落とすということになります。かつてはこういった、心原性塞栓症重症のものには打つ手がなかったわけですけども、2005年に採用された、組織プラスミノーゲンアクチベーター TPA 静注療法によって、発症から 4.5 時間以内の小さな血栓の患者さんであればかなり効率に救うことができるようになりましたが、血栓が大きいと溶解は困難ですし、最終的に溶解できたとしても時間がかかりすぎて、その間に脳梗塞が完成して患者さんの転機は向上しないという問題点があります。それを解決するためにこういった血栓回収療法が近年2015年以降すごい勢いで普及しています。血栓回収にはいくつかのバリエーションがありまして、一番左端のように、太めのカテーテルを持っていって機械で吸引をして血栓を吸引して、体外に引き出すもの、それからステントで絡め取ってくるもの、冠動脈のステントなんかはそこに留置してくるタイプですけども、この場合のステントは切り離しできないようになっていて、ステントで血栓を絡め取ってこう体外に引き出すと。それからもう一つはこのステントと吸引を併用してより効率を良くしようという試みもなされています。基本的にはどれも非常によくできた方法で、治療成績はあまり変わらないと言われています。実際の患者さんです。右の内頸動脈閉塞で、向かって左側、これが正面像、内頸動脈がこういってここで詰まっています。こっちが右から見た側面像で、こう内頸動脈がいって、ここから眼動脈が出て、ここに目があって脳に行こうとする、ここに血栓が詰まっています。こういう形ですね。これは右の側から見た側面像ですが、こういってここに血栓があるので、ここまで先ほどの吸引カテーテル、これ影で映ってますけど、吸引カテーテルを進めて、これをポンプで吸引してやると、このような大きな血の塊が取れて完全再開通をすると、この患者さんは無事にお家に帰ることができました。当院でのこういった血栓回収の成績をお示ししますが、2017年11月当院の新病院開設からちょっとデータ古いですが、21年の12月まで連続200例の患者さんの有効再開通率と90日後の転機を調べました。そうしますと、有効な再開通が得られた患者さんが全体の 83.5%、戦死から再開通まで、つまり治療に要した時間は中央値で40分と非常に早く、200例中181例の患者さんで3ヶ月後の転機が確認されましたが、神経学的に自立、つまり自立した生活に戻ることができた人が 44.2% という数字が出ています。
大規模研究などで、つまり成績がいいであろう患者さんを選んで行われた先行の大規模研究でも、3ヶ月後の患者さんの神経学的自立は 30% から 40% 強ですので、リアルな患者さんでこの神経学的な自立の頻度確率が 44% あるというのは、まあ妥当な成績であろうというふうに考えております。ただここで注目したいのは、8割以上で有効再開率が得られても ADL が自立する患者さんは 44% に過ぎない、つまり 40% ぐらいの患者さんは再開率したけども結局間に合ってなくて天気が悪いという問題があります。救える救えないがどこで決まるかというのは、古典的には8時間以内とされておりましたけれども、現在では時間よりもむしろペナンブラ、つまり虚血には陥っているがまだ拘束にはなっていない領域がどれぐらい残っているかだということが分かってきておりまして、24時間以内でかつペナンブラ領域が多く残っている人は治療適用になる、救い得るというふうに考えられています。例えばこういう患者さんです。左の中大脳動脈が詰まっている患者さんで、一番左端のこの脳の貫流画像で見ますと、脳血流量はこの範囲で落ちています。これはここを流れている血流が落ちているというもので、その右隣、これが脳血液量で、この画像は実際に流れていく血流が落ちているけれども、脳の血管障が拡大したり拡張したり、あるいは側副血行があって、ギリギリなんとか脳細胞が生きていくだけの血流を確保されているという部分がこういうふうに赤く示されますので、この脳血流量が落ちている青い部分と脳血液量が落ちている青い部分に差があればあるほど救える領域が大きいと。こことこれを比べても救えないのがこの画像でいうと赤、黄色いところが早期に再開通させると、救いうるというものです。赤い部分を虚血コア、もう救えない領域、黄色い部分を再開通すれば救える領域、ペナンブラというふうに言っています。こういう人は急いで再開通をさせますと、まあ、このように、向かって右側が脳梗塞が実際に起きたところが白く映る拡散強調画像ですけれども、これで見ますと赤い部分は救えてませんが、それ以外のところはなんとか救えていて、実際この患者は3ヶ月後に ADL 自立してお家に帰っています。救済できた領域はこれぐらいあったということですね。では心原性側旋症によるディスアビリティを防ぐためにはどうすればいいんでしょうか。血栓回収、これは非常に優れた治療法でありますし有効ではありますが、これを一生懸命やっても起こってしまったらもう救えない患者さんというのがいるわけで、やはり重要なのは心房細動から側旋症を起こさない、その普段の予防が極めて大事だということがわかると思います。これは2020年に改定された不整脈薬物治療のガイドラインで心房細動における抗凝固療法の推奨を示したものですけれども、まず注目すべきはここですね。非弁膜症性の心房細動があったらば CHA2 スコアっていうのを評価して、1点以上あったらば経口の抗凝固薬を飲ませることが推奨されています。で、チャズ2スコアというのは心房細動の患者さんが側旋症を起こすリスク因子をスコア化したもので、例えば心不全や差出機能不全があったらば1点加算、高血圧があったら1点加算、75歳以上で1点加算、糖尿病で1点加算、脳梗塞や一過性脳虚血発作の既往があると、これは非常に高いリスクは因子になるので、これはこれだけは2点加算で、リスク0が0点、最高リスクが6点となっています。で、この CHA2 スコアごとの年間の脳梗塞発生率を見ますと非常にきれいなグラフが描かれていて、一定上がるごとにどん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 、リスクが高まっていくということが分かっています。で、今回のガイドラインではスコアが1点以上ならばもうドアックを飲ませなさいということになっています。これはドアック内服による出血性合併症がワーファリンに比べて明らかに少ないという事実に基づいての推奨であります。さらにCHA2スコアが0点であっても年齢が65歳以上であるとか、持続性の心房細動である場合にはドアックを考慮してよいということになってますので、かなり積極的にドアックを使いなさいというのが現在のガイドラインです。一方で要注意なのは僧帽弁狭窄症や機械弁が入っている場合で、この場合はですね RCT でドアックはワーファリンに及ばないということが分かっていますので、こういう患者さん群だけはワルファリンが推奨されています。ご清聴ありがとうございました。